私のチャンネルへようこそ JBN1ビュー。 氷川きよしは私に自分らしくあることを願ってくれました。氷川きよしが音楽で披露した一生に一度のドラマチックな瞬間、そしてきよし君はキーへファビュラスに花開きます。これまでは本当の自分を出さないように出さないように生きてきた。女性っぽさとか透明感とか美について自分はいろいろな見せ方を持っていても出しちゃダメと思いながら精一杯頑張ってきた。けれど素直な気持ちを言わず生きてきたって思いも募って、すらりと華奢な体躯に茶髪にピアス、少女漫画の王子様のようなデビュー当時の姿に、また旅物といえば、いたこかりに、ひながしという固定観念が吹き飛んだことを、今でも鮮烈に思い出します。当時21歳ながらも、少年を感じさせ、性別の境にあるアンドロギヌス的魅力を持っていた彼も、歌手活動20周年を迎えました。そもそも演歌というのは様式美、つまりこうあるべきという型がある。日本独特の素晴らしい音楽だけれど、その中に収まらない自分の性分というものもあって、今までの苦難も含めて全部をさらけ出し歌に乗せて表現することでこんな私でもここまで頑張って生きてこられたんだ。そう伝えるのが歌手としての使命。人生の後半は、それを表現していく生き方をしたい。彼は自らの信じる美を解放し、ステージで、テレビ番組で、そしてインスタグラムで華麗に発信し始めました。演歌の花道を20年間止まることなく走り続けてきた国民的歌手。そして、メイクアップ、カラフルなネイル、ツヤツヤの長い髪、華やかなドレス、色とりどりのアクセサリー、スベスベス肌の美足。女性だけのものとされていたその武器を持って、今最も美しい姿を追求し続けている令和の氷川きよしさん。1995年 NHK 歌番組で見出されるも、藤あや子さん、伍代夏子さんら女性歌手全盛の時代に、若い男性の演歌界デビューは相当な博打。男性歌手というだけで、いくつもの芸能事務所に断られ続けました。長寮プロダクション、現長寮グループを訪れたキー様は、胡長寮社長の目の前で、一世一代の歌を披露。事務所に響き渡るその声を聞いた社長は、ウェイキュッと押し切れる声。そういう爽やかな声に出会えるのをずっと待っていた。だからあの声を聞いて、よしやろうと3分で決めた、と語っています。2000年、かの有名なフレーズ、やだねったらやだね、の箱根八里の半次郎、でデビュー。以降の快進撃は誰もが知るところですが、不景気も不穏な時代の空気もスコーンと突き抜ける、声そのものが持つ明るさが、当時の演歌で男性歌手は売れない、という壁を打ち砕いたのでしょう。氷川きよしが音楽で披露した一生に一度のドラマチックな瞬間。氷川きよしが音楽で披露した一生に一度のドラマチックな瞬間。そして、燦然と輝く金字塔、ボヘミアン・ラプソディ。新たな世界への扉を開くきっかけとなった曲で、物語は締めくくられます。フレディ・マーキュリーの思いに強く共感し、その魂をカバーするため、日本語で歌うことに関わりました。英語は苦手なんですと笑いつつ人生でずっと使ってきた言語でしか表せない繊細な心の機微が込められた渾身の一曲。湯川れい子氏による言葉たちが踊り出すミュージカル口調、独特のグルーヴ感に続々させられる氷川きよしにしか表現できない世界。同名映画で描かれたスターがスターであるがゆえの様々な葛藤や絶望、孤独。光が強ければ強いほど濃くなる影。しかし、その全てを音楽に還元し、この世界に生きる多くの人の苦しみを救う偉業もまた、スターにしか成し得ないのではないでしょうか。変化変化恐れぬ、さなぎ、ピューパ、は、今パパロン、超、え。生きていくことは、変わっていくこと。人生一度限りの劇的瞬間を、私たちに見せてくれました。多様性に満ちたアルバムの中でも、異色の R&B グルーヴを放つのは、Never Give Up。プライベートで親交があり、気心の知れた、
ファンクラブ限定 CD、きよしカバーコレクション、収録、悲しい色やね、でもおなじみ、上田雅樹氏のソウルフルな作編曲とラップ。に乗せた氷川きよし初の作詞曲。いつも孤独で周囲、人、と違うから、誰かに分かってほしいけど誰も分からない。そこからの、過去で縛らない。ありのままに行こう。運命を変えよう。胸の奥底から溢れ出た言葉。氷川きよしらしく生きる、生々しく熱い決意が現れています。青しば GREEN、重日空、は水野良樹氏、生き物がかり、を作詞作曲に迎え、J-POP の名手とタッグを組んだ、氷川きよしの音楽的挑戦が見られます。シンプルさが胸に響くミドルテンポ曲、青しは、デビュー記念日から歌詞が始まり、自身の素直さと、真面目で実直な姿そのままに、感動的な展開とコーラス。出会いと別れ、汗と涙、様々な経験を得て成長してゆく、少年漫画的世界観。重日空はポップスと演歌の要素を融合した意欲的な作品。郷愁と親子の情、日本的な叙情性あふれる音色に、歌手を目指して故郷を離れ上京した氷川きよしの心情が映されています。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。